一般路線車、西鉄バス北九州、文字自動車営業所は、西鉄バス北九州のバス営業所の一つで、主に、北九州市と新部と文字区西部を結ぶ路線を担当する。西鉄グループ最北端の営業所でもある。2020年3月14日に、北九州高速自動車営業所より福々号が、移管され、福々号が、 西日本鉄道からの管理委託路線のため、西日本鉄道文字第二自動車営業所を併設する。2009年2月22日、北九州地区では、小倉、八幡に続いて、文字、戸端、二間伝の3営業所への荷物化導入が実施された。 福岡県北九州市文字区なるた2丁目17番5号2021年12月17日、現在の路線文字区、小倉北区、戸畑区を相互に結ぶ路線。文字駅鳥越館は、新小文字病院前、原町経由。7番170番175番以外はすべて、戸畑営業所と共同運行。 70番文字港駅発着、72番74番のみ、文字港駅に乗り入れ。大半の路線は JR と並行しており、JR 普通時の代替輸送も兼ねている。接続する鉄道駅も多くあり、該当する接続駅は、文字港駅、小森江駅、文字駅、小倉駅、西小倉駅、九州広大前駅、戸端駅である。 文字区と小倉北区を結ぶ路線。文字駅鳥越間は、社の木二丁目経由のため、上述の文字戸端、八幡線よりは、時間を要する。文字区内の、主に東海岸と西海岸を結ぶ路線。文字港駅発着が基本だが、文字営業所への出入り便として、田野浦発着も数本ある。2021年11月頃より一部系統に、大型車のほか、 スロープ付き中型車も使用している。ペイペドーム、または、マリンメッセ福岡で、プロ野球、コンサートなどの大規模イベントが開催されるときに、運行される。スナツ福岡都市高速館は、定期便の中谷号の経路とほぼ同一。以前は、文字港駅、関門橋下関駅まで祝日のみ運行していた。平日は、三電交通。 田野浦三橋通り黒川九州自動車道、天神、博多駅までの高速バスも担当した。文字区と小倉北区を結ぶ路線。文字駅鳥越間は、車の木二丁目経由のため、上述の文字戸端、八幡線よりは、時間を要する。文字ローカル線41、田野浦、文字こ駅黒川大津見白野浜42、田野浦、文字こ駅黒川。 大津東口水田、宮前北区一時期は、文字戸端線の一部が、文字港駅発着となり、白野江線北区、青浜まで運行していたが、利用客の減少により、廃止後立浦立浦不動入り口田の浦、山手、文字港駅若目狩り。四文字港駅東本町、メカリエンス水プール市内線一田の浦、海岸、文字港駅、山手、田の浦二田の浦。 山手、文字港駅、海岸、田野浦三立浦、立浦不当入口田野浦、山手、文字港駅が存在したが、市内線は、文字小倉、特力線がすべて文字港駅構内に入る形で、廃止され、4は、文字戸端線に吸収され74に変更となった。文字戸端線では珍しく、文字港駅構内に入るようになった。 メカリ周遊バス、メカリ絶景バス専用車文字工駅の北側に、あるメカリ地区を周遊する路線。土日祝日と春休み夏休み冬休み中のうち、平成地区法鉄道文字港レトロ観光線の列車が、運行される4月から11月までの土日祝日、春休み夏休み期間は、メカリ地区のみを運行する、メカリ絶景バスが運行され、 道線が運休する12月から3月までの土日祝日、年末年始は、文字港駅を起点とするメカリ周遊バスが運行された。2005年7月2日に文字港レトロ開業を10周年記念としてメカリ周遊バスの運行を開始。2009年に文字港レトロ観光船が開業したことに伴い、道線の運行日はメカリ周遊バスに変わり、 メカリ絶景バスの運行を開始した。2010年3月までの運行を最後にメカリ周遊バスが運行中止となり、2013年2月限りでメカリ絶景バスが廃止された。車両は当初専用のラッピングを施した中型車両を使用していたが、2010年からは一般の中型車に置き換えられた。ボランティアのガイドが乗車して案内を行っていた。 4番目カリーキドーム臨時2011年9月、北九州市営バスより用語スクールバスの運行を受託。それに伴い、用語スクールバスを市営バスより1台受託している。運賃表示器、カードリーダーは小田原機器製を使用。運賃箱はレジップ製を使用。ありがとうございます。